離せ。もうせっかく穏便に済ませてあげようとしてるのに。あ、もしかしてもっとわかりやすい方法がお好みですか？なんだよそんなに怖がらないでください。いい子のあなたなら自分に選択権がないことくらいわかりますよね。俺の名前は高橋。とても平凡なごくごく普通のサラリーマンだ。それじゃあ高橋さん、いってらっしゃい。うん、七瀬さんもいってらっしゃい。この人は同居人の七瀬さん。マッチングアプリで出会った彼女は可愛らしくて頭が良くて、その上とんでもないお金持ち。まさに完璧と言っていい女性だろう。はあ、高橋さんのいってらっしゃい最高ですね。お帰りって言ってもらっていいですか？玄関通るたびに流れるようにしたいので。お断りします。っていうかそんなもの玄関で流そうとしないでください。この異常ともいえる愛情表現と時折見せるサイコパスな部分を除けばだが。絶対気をつけた方がいいよ。はあ、葵ぼんやりしすぎ。私見たんだからね。駅前歩いてる葵のちょっと後ろを怪しい男がつけてたの。証拠ないし、ちょっと怪しいってくらいだから何もできなかったけど。とにかくあれは絶対にストーカーだから気をつけること。ありがとう。でも本当に大丈夫だよ。とは言ったものの、さすがに鬱陶しくなってきたな。はぁ、あいつこの前駅前で落とし物を拾ってあげた男か。ちょっと優しくされたからって即ストーカーとか常識なさすぎじゃない？昨日は教室にメッセージカード付きでゴミが置いてあったし、その前はいたずらメッセージ、その前は何だったかな。私が高橋さん一筋だって知らないはずないし、すぐに心折れると思ったんだけど案外しぶといな。あの、何かあったんですか？このマンションのゴミが漁られてたんですって。わざわざゴミステーションから持ち出すなんて気持ち悪いわよね。そんなことが。それは怖いですね。ゴミが漁られてた？はい、それで他にもちょっと怪しいことがあって、友達はストーカーじゃないかって。ストーカー、高橋さん引いてるな。まあそれもそうか。こんな話してびっくりさせちゃいましたよね。でも大丈夫ですよ。高橋さんには私が指一本触れさせませんから。それは許せませんね。え？こそこそつけ回した挙句ゴミを漁るとか、人として最低ですよ。そういうのやられた方は精神的にものすごーくすり減るんですよね。七瀬さんも同じようなことを俺にしてた気はしますけど、だからってストーカー被害に遭っていいなんてことは絶対にないです。俺できる限り早く帰れるよう頑張ってみます。役に立つかは分かりませんが、一人でいるよりいいと思うので。高橋さん、ありがとうございます。高橋さん大好きです。ちょっと七瀬さん、離れて、近いですって。思わぬ収穫でストーカーには感謝したいくらいだけど、そろそろ本格的に始末しなきゃな。警戒してる高橋さんも可愛い。ストーカー。あ、猫。高橋さん、はい、あーん。これは普通にデートなのでは？ようやく見つけたぞ、このストーカー野郎。七瀬へのストーカー行為を即刻やめろ。お前のせいで七瀬さんがどれだけ怖い思いをしたか。金輪際七瀬さんから手を引け。なんでお前にそんなこと言われなきゃならないんだよ。なんでって、そもそもお前羨ましすぎるんだよ。四六時中七瀬さんにべったりしやがって。お前こそ七瀬さんから離れろ。できるもんなら最初からやってるよ。ありとあらゆる方法を試したさ。でも七瀬さんからは逃げられないんだ。正直なところ最近は助かっているところも多いよ。
でもだからって油断は良くないというか、正直俺もこれでいいのかって疑問に思ってるというか。何急にのろけてんだお前、当てつけか。これがのろけなわけないだろう。お前こそ何言ってるんだ。とにかくこのままだと本当に危ないんだよ。俺をそんじゃそこらのストーカーと一緒にするな。七瀬さんに危害を加えるつもりはこれっぽっちもないからな。違うって、危ないってのは七瀬さんじゃなくてあんたの。なんだあんたら、こんなことしていいと思ってるのか。俺は一体。警察の方が良かったですか。せっかく気を使ってあげたのに。七瀬さん、あなたのご両親かなり世間体を気にするタイプみたいですね。おかげで妹さんは無理やりいい大学に入れられた上、授業料を自分で働いて稼ぐいい娘を演じるため苦学生街道まっしぐら。おまけにあなた自身も口答えしないいい子を演じ続けてる。ご両親が望む大学に行って望む企業に就職して、おかげでうまく出世コースに乗ってるみたいですね。そんな立派な息子が女子大学生へのストーカー行為で逮捕なんて知ったら、ご両親どう思うでしょうね。妹さんへの支援金です。今後私の役に立つと約束してくれれば、厳密には高橋さんの監視役として働いてくれるのなら今回の騒動は不問。そのお金もあなたのものです。こいつ、こんなにヤバい女だったなんて。あの男の監視役ってヤバすぎるだろ。いくら金を積まれても俺は買収なんてされないからな。話せ。もうせっかく穏便に済ませてあげようとしてるのに。あ、もしかしてもっと分かりやすい方法がお好みですか。なんだよそんなに怖がらないでください。言ったじゃないですか、さっきのお金は妹さんへの支援金ですよ。いい子のあなたなら自分に選択権がないことくらいわかりますよね。はい、よかった。それじゃあ契約手続きはこの人たちに任せますね。なんかスーツの人たちに隠れて何も見えなかったんですけど、なんとかなったんですかね。はい、高橋さんのおかげです。いや、全くそうは思えないんですけど。はあ、まあストーカー被害がなくなるならよかった。うん、とはいえまた繰り返すかもしれませんし、しばらくは気をつけてくださいね。高橋さん、はい、ひとまず一件落着ですね。平和になってよかったです。まあそれはそうですね。あ、高橋さん照れてます。照れてません。本当平和になってよかったですね、高橋さん。高橋さん、今日からライブ配信をするのでアシスタントをお願いしますね。ライブ配信？実は私の会社で化粧品セットを販売することになったので、その PR のために配信をしようと思いまして。すごい、有名メーカーとのコラボ商品じゃないですか。ということで早速今日から配信を始めますので、高橋さんもお手伝いお願いしますね。今日ですか。七瀬さんはいつも急だな。この化粧品セットを使うとツヤツヤスベスベの肌が手に入ります。特に敏感肌の人にはとっておきのおすすめ商品ですよ。スーッと肌に馴染むんです。ぜひ一度お手に取ってくれると嬉しいです。七瀬さん、少し前から気になるコメントがあって。どうかしましたか。これ見てください。君はやはり宝石のように美しい。こうして君とまた会えたのも運命なんだね。今日も僕の愛を受け取ってくれるかな。早くまた君に会いたいよ。この人やたらスパチャを投げてくるんですよね。しかもまた会えたって言葉も引っかかるし、もしかしたら知ってる人なんじゃ。何かのいたずらじゃないですか。それか
誰かと勘違いしているのかもしれません。でも何かあってからじゃ大変ですし、気をつけてくださいね。外に出るときはなるべく俺も一緒にいるようにしますので。本当ですか？高橋さんと一緒にいれる時間が増えるなんて幸せすぎます。いや、喜んでる場合ではないかと。もしかしたらそばにストーカー男がいるかもしれないしな。七瀬さん、なるべく俺から離れないでくださいね。男がそばにいるかもしれませんし。もちろん離れませんよ。私と高橋さんはずっと一緒なんですから。七瀬さんは全く危機感がないな。僕という存在がありながら葵はあの男と付き合ってたのか。こんなにスパチャだって投げてるのに僕のコメントすら反応してくれない。僕は君にいくら注ぎ込んだと思ってるんだ。働いてもいないのに。許せん。だったら。うわ、ひどいコメントだな。どうかしましたか？この人ですよ。ついこの間までストーカーまがいなコメントを送ってきてたのに、今度はこれです。この女は男をたぶらかして遊んでる性悪女だ。体を売って汚い金で化粧品を開発してるアバズレ女。こんな女から商品なんて絶対買うな。あ、俺もこの女と寝たことあるわ。汚いジジイとも平気で寝てるらしいよ。ひどいコメントですね。どれもデタラメだし。おそらくこの前のスパチャ男が複数のアカウントを作ってコメントをしてるのでしょうね。え、どうしてわかったんですか？今 IP アドレスを調べたら全て一致したので。仕事が早い。スパチャ男の SNS も特定しましたよ。え？僕は君だけを愛してたのに、どうして僕の思いを受け取ってくれないんだ。僕と君の出会いは運命だと思っていたのに。でも僕と葵は必ず結ばれる運命なんだ。この世で結ばれないのなら、あの世で。七瀬さん、さすがにこれはまずいですよ。警察に連絡した方が。いいえ、私に考えがあります。え？皆さんこんにちは。今日は皆さんに素敵なお知らせがあります。来月にサンプル配布会を行います。来てくれた方にはサンプルセットと特別なプレゼントも用意していますので、ぜひ来てくださいね。皆さんに会えるのを楽しみにしています。イベントだと？これはチャンスだな。あの時、初めて出会った時から僕と君は結ばれる運命だったんだ。なんだ、あの天使のような女は。葵、僕は絶対に君と。あれは葵だな。周りには誰もいない。今がチャンスだ。葵、僕は君を愛してたのに、君は僕を裏切った。裏切り者の葵にはお仕置きが必要みたいだね。葵、僕を裏切りやがって。その声は葵じゃない。あなたは誰なんですか？残念でしたね。俺は七瀬さんではありません。あなたが七瀬さんに付きまとっていたストーカーですね。お前は誰なんだよ。俺は七瀬さんの同居人です。七瀬さんはあなたの付きまとい行為に迷惑してるんです。このコメントもあなたですよね。なんだと。お前、葵の男かよ。葵のやつ、やっぱり僕を裏切ってたんだな。だったら邪魔者のお前を排除すれば。は？お前なんか消えちまえ。話してください。苦しい。この男、力が強い。これで葵は。ここはなんで僕が縛られてるんだ。やっと目を覚ましましたか。君は葵。気安く私の名前を呼ばないでもらえますか。仮面の向こうの七瀬と違う。いつもの天使のような笑顔は。よくも私の高橋さんを傷つけてくれましたね。あなたのことは一生許しません。僕という存在がありながら葵はこの男と付き合ってたのか。いつ私があなたの恋人になったんですか。私の世界には高橋さんしかいないのです。でも君は僕が財布を落とした時、
拾ってくれて優しい笑顔を向けてくれたじゃないか。僕はあの時から君を。落とし物をしている人がいたら拾ってあげるのは当然です。愛想笑いをするのだって普通のことです。私の高橋さんを傷つけたあなたにはお仕置きが必要みたいですね。違う、君は僕の葵じゃない。何がいいですか？ここで長い時間苦しむのと、ゆっくり時間をかけて消えていくのと。悪かった、俺が悪かったから。もう君には近づかない。だから解放してくれ。いいえ、解放なんてしませんよ。はお前が秋山だな。警察？あなたはこれまでにも配信者につきまとったり、インフルエンサーへの誹謗中傷も行っていますよね。あなたの悪事は全て調べ上げているんです。そんなことしてない。言い逃れしようとしても無駄ですから。それか私のお仕置きの方がいいですか？警察に行きます。おわりさん、僕を連れてってください。うわ、ママ。うるさいから泣くのはやめろ。七瀬さん、今日も助けてくれてありがとうございました。本当は俺が七瀬さんを助けるつもりだったのに。だから私は高橋さんがおとりになるのには反対だったんですよ。もちろん高橋さんがおとりをしてくれたおかげであの男を捕まえやすかったですけど、本当に心配だったんですから。七瀬さんを危険な目に遭わせるわけにはいきませんから。それよりイベントの準備をしないと。そうでしたね。高橋さんのおかげで商品の売れ行きも順調です。お手伝いしてくださってありがとうございます。いえ、俺は何も。高橋さんに一つお願いがあります。何ですか？高橋さんは絶対に配信なんかしちゃいけませんよ。私だけの高橋さんが他の女に奪われるなんてあってはならないことですから。もしやったら。やりませんから。はあ、負けた負けた。また一文なしか。なんか面白いことでも起こんないかな。はあ、綺麗な人だな。あんな人とお近づきになれたら俺の人生も変わるのに。あ、これはあの人が落としたみたいだけど。誰も見てないよな。どうしよう、持ち去ってきちゃった。でも拾ったのは僕だ。僕のもんなんだ。きっとこれは神様からの贈り物で、あの綺麗なことのつながりを僕にプレゼントしてくれたんだ。そうだ、そうに決まってる。僕はなんてラッキーなんだ。それじゃあ早速中身を。なんだこれは。同じ男の写真ばっかり撮ってるな。まさか彼氏か。いや違う、この写真隠し撮りだ。目線がこっちを向いている写真が一枚もない。どういうことだこれは。あれ、スマホがありませんね。まあいいでしょう、代わりならいくらでもありますし。今は高橋さんとの約束が最優先です。手紙？差出人の名前がありませんね。これは。ああ、そういうことですか。なんというか面白みに欠ける方ですね。どうしたんですか七瀬さん。いえ、高橋さんが気にするようなことじゃありません。でも高橋さんだって髪の毛なんかじゃ面白くありませんよね。やっぱり剥いだ爪くらいは入れてもらわないと。爪？な、七瀬さんとおしゃべり、おしゃべり。こんな時間に電話ですか？出なくて大丈夫ですよ。私から後でお返ししておきますから。お返し？
折り返しじゃなくてね。入浴中の七瀬さんが俺のものに。七瀬さん、七瀬さん。どこ見て歩いてんだよお前。いや、僕はそのなんだよ、どうして無視するんだよ。僕が七瀬さんのスマホを拾ったのは運命なのに、結ばれなくちゃいけないのに。そうか、あの写真の男、あいつだ。あいつが悪いんだ。七瀬さんはあいつがたぶらかしたんだ。僕の思いが七瀬さんに届かないよう、あいつが邪魔してるんだ。そうに決まってる。あいつ、僕と七瀬さんの運命をねじ曲げやがって。制裁を与えてやる。思い知らせてやる。僕と七瀬さんは結ばれる運命なんだって。七瀬さん、七瀬さんはどこだ。やってやる、やってやるぞ。僕は悪くない。あいつが、あんな奴がいるからいけないんだ。あいつを地獄に落として七瀬さんを解放するんだ。そこまでです。私や高橋さんを尾行していたようですが、自分がつけられていることには気づけなかったみたいですね。どうして七瀬さんが。盗聴も監視もあなただけの専売特許ではないんですよ。あなたが私を覗けるなら、私にもあなたを覗くことは可能なんです。それじゃ僕が拾ったスマホを通して。ええ、初めから全て筒抜けだったということです。あなたのような方って一度思い込み始めると周りが見えなくなってしまうんですよね。私も理解はできます。ですが、自分の弱さや現実から目を背けるのは感心しませんね。相手を引きずり下ろす真似ばかりで、自分が変わる努力はまるでしない。そんなあなたの思いに誰が答えてくれると言うんです。私のことをもう少し理解しようとしていれば、ここまでするつもりもなかったのに。かわいそうな人。高橋さんを傷つけたらどんな目に遭うか想像できなかったんですか。それとも気づきながら目を背けていたのでしょうか。来ないで。誰だ。どちらにせよ同情の余地はありませんね。しばらく泳がせてあげていましたが、もう限界です。死なない程度にいたぶって、死にたくなるほど苦しめてあげます。ですから、たっぷりと後悔して反省してください。いやこれで一件落着ですね。七瀬さん。やっと見つけた。高橋さん、そんなに慌ててどうしたんですか。実は最近七瀬さんをつけてるストーカーみたいなやつがいたんです。それで七瀬さんの姿が見えなかったので、何かあったんじゃないかと。高橋さん大丈夫ですよ。私たちの幸せは誰にも邪魔させませんから。ただ今日はちょっと疲れてしまったので、優しくしてほしいです。お家に着くまで抱っこしてくれませんか。そしたら高橋さんのこともっと好きになっちゃうかもしれません。ちょっと勘弁してくださいよ。お姫様抱っこでお願いしますね。はい、どうぞ。七瀬さん。すみません高橋さん、お待たせしました。大丈夫でしたか。彼女は七瀬さん、美人で可愛い上に経営までこなす完璧な大学生だ。そして今は同居人でもある。はい、大丈夫って何がです。私がいない間にトラブルに巻き込まれたりしてませんか。妙な人に絡まれたりとか。平気ですよ。だいたい七瀬さん5分も離れてなかったでしょ。たとえ5分でも10分でも、私が離れているうちに高橋さんに何か起きてたら、私は自分が許せないんですよ。もしそんなことになったら、まずはさっき私に電話かけてきたやつを抹殺します。
ただでさえ高橋さんとの一緒の時間を邪魔されて、腹渡が煮えくり返ってるんですよ。あ、いえ、だから大丈夫ですって。七瀬さんはなぜだか俺に猛烈な愛情を注いでいる。その異常さが日々加熱しているような気も。ああ、高橋さん、素敵。だけど問題はそう。あの女。あのお邪魔虫だけは絶対排除せねば。見てらっしゃい。私がプチッとひねりつぶしてあげるから。ああ、今日も高橋さんはかっこいい。私の名前は花園美智香。ごく普通の OL。いいえ、それは偽りの姿。私は花に囲まれた名前を持つ、いわば花の化身。すなわち、選ばれたヒロイン。そしてヒロイン美智香は、あの運命の日からずっと高橋さんに首ったけ。これ、花園さんのでしょ？落ちてたよ。え？ありがとうございます。私のとっておき、名付けて運命の人発見センサー付きハンカチーフ。このハンカチを拾えるのは私の運命の相手だけ。高橋さん、愛しい人。あ、こっち向いた。高橋さん、はあ、やっぱり花園さんに見られてた。最近同じ部署の花園さんがやたらと俺を見つめてくるようになった。理由は全然わからない。とにかく見てるだけだ。害はないと思う、多分。だからとりあえず放置している。でもそれが後に何を引き起こすか、その時の俺は全く理解していなかった。ただいま戻りました。あれ、なんだこれ、メモ、手紙。ああ、どうやれば開くんだこれ。ここをつまむのかな。それからこっちか。ああ、やっと開いた。ああ、何何。キャッ、私のハート開けられちゃった。ああ、はあ、もう私のラブは全部高橋さんのもの。好きにして、ジュテン。ああ、なんだこれ。今なんか寒気が。名前は書いてないけど、もしかしてこれ花園さんかな。可能性は高い。いや、間違いない。でもこれ一体俺にどうしろってことなんだ。いいわいいわ、ハートレターで高橋さんの心をわしづかみ作戦大成功。私のピュアなラブを存分に受け取ってね、高橋さん。はあ、俺いつの間にかデスクにあったけど、きっと花園さんだろうな。高橋さん、ちょっといいですか。ああ、高橋さんラブ。あの七瀬さん、これはですね。説明しなくて大丈夫ですよ。だって高橋さん、ストーカーされてますよね。はい。うちのポストに入ってたんです。中は高橋さんへの愛のメッセージばかり。そのクッキーを作った人と筆跡がどう見ても同じです。あの七瀬さん、俺ってストーカーされてたんですか。ですよ、ポストに直接入ってたんですから、この手紙だけでも十分証拠になります。なんならうちのマンションの防犯カメラの映像を見ますか。花園美智香とかいう高橋さんの同僚の女性がバッチリ写ってます。さすがに度が過ぎるので調べました。私、前にストーカーされた経験があるので大体わかりますし。ああ、そっか、これってストーカーだったんだ。え？いや、花園さん、俺のことをじっと見たり、変な手紙やお菓子を置いてったりするけど、直接ひどいことはしてこないので、だったら様子を見ようかなって。高橋さん、相変わらずあなたらしいですね。ともかくこの件は私が何とかします。え、でも。大丈夫です、経験者に任せてください。前の時もちゃんと解決したでしょね。あ、エントランスとポストまではクリアできたんだけど、どうやっても高橋さんの部屋までたどり着けないのよね。でもさすがは私の高橋さん、こんなセキュリティがっちりの高級マンションで暮らしてるなんて。そうよ、
今日こそは高橋さんの自室に手紙を届ける。そして高橋さんの部屋にしょっちゅう入り浸ってるあのお邪魔女に思い知らせてやる。負けないで、みちか。私の愛が絶対勝つんだから。考えに考え抜いたこの暗証番号、今度こそ正解のはず。ポチポチっと。やった、愛の勝利ね。ついに高橋さんの部屋に入れた。どこもかしこも鍵が開いてるなんて、今日は最高についてる。やっぱり運命の女神に導かれるヒロインはこうでなくちゃ。高橋さんって片付け下手なんだ。そういうところも素敵。ここはな、何この部屋。高橋さん、高橋さん、どこを見ても高橋さんだらけ。どうなってるの高橋さん。まさかの超ナルシスト。もうダメよみちか、こんなことでくじけるなんてあなたらしくないわ。ナルシストだって関係ないでしょ、運命の相手なんだもの。え、私宛て、もしかして高橋さんから返事が。何、いつまでストーカーするつもりですか。あなたのやっていることは犯罪行為です。これ高橋さんからじゃない。高橋さんなら絶対こんなこと言わないもの。それに違う、間違ってる。ええ、絶対に違うわ。犯罪じゃない、愛よ、ラブなの。住居侵入は立派な罪ですけど。お前出たな、このお邪魔虫。ここはお前の場所じゃない。高橋さんの部屋から出ていけ。勘違いしないでください、マンションの持ち主は私ですよ。そしてここは私の部屋です。え、大量の手紙を送りつけ、ひたすら見つめてこそこそ後をつける、その程度なんですね、あなたのラブとかいう代物は。私の愛はそんなものじゃないですよ。この部屋を見てわかるでしょ。高橋さん、高橋さん、高橋さん、私の人生は高橋さん一色に塗られているんです。ねえストーカーさん、あなた高橋さんのために死ねますか。私は死ねますよ、もちろん。高橋さんのいない人生なんてありえない。私の全ては高橋さんに注がれている。私と高橋さんの間を裂こうとする人がいるなら、私はあらゆる手段でそいつを消しますよ。あなたどうして今日に限ってこの部屋にスムーズに入れたか分かってます。え、ここは私のマンションです。鍵の開け閉めなんて自由自在です。この意味分かりますか。う、高橋さんは私がこの手で守ります。どんな手を使ってでも全ての邪魔者を排除しますね、高橋さん。やばい、こんなの勝てるわけ。それじゃあ私そろそろ寝ますね。あの七瀬さん、一つ聞いていいですか。何ですか。花園さんの件です。あれからすぐ妙なストーカー行為はなくなったし良かったんですが、その七瀬さん、彼女に何をしたんです。何って問題でもありましたか。いいえ、ただちょっと気になって。何でもいいじゃないですか。本物の愛の前にはポットでのストーカーなんて無力、そういうことです。そうですか。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。七瀬さん、本当に何したんだろう。でもきっと、いや絶対俺が知らない方がいいやつだ。あれ、もしかしてまだ見えてます。七瀬さん、ちゃんとお礼言わなきゃダメですよ。チャンネル登録よろしくお願いします。